今日は見星中の太陽と月、エレナとマドカの着せ替え遊びで可愛くお着替えさせてみちゃうよ。まずはエレナから。髪からエレナを切り取って、よいしょ。あとは可愛い洋服も切り取ろう。うわぁ、すっごくおしゃれなお洋服だね。もう一つのお洋服も、なんだかモデルさんみたいなかっこいいお洋服、エレナに似合いそう。靴などの小物も切り取って、かわいい小物も切り取って、お着替えの準備完了。さあエレナにお着替えさせてみるよ。まずはこの洋服から。この髪の毛の間にお洋服を入れて、よいしょよいしょ。うわー、かわいい。靴もお着替えして、エレナのおしゃれスタイル出来上がり。頭にはアクセサリーをさせるところがあるので、ここにこのリボンのアクセサリーを入れてみるよ。よいしょ。よいしょっと。うん、すごくかわいい。あ、お顔がちょっと破れちゃった。ああ、残念。よいしょ。うん、こんな感じでコーディネート出来上がり。とっても素敵だね。次はこちらのお洋服にお着替えさせてみるよ。お洋服を脱いで、このお洋服にお着替え。靴はこのお靴にお着替えするよ。とっても破れやすいから、みんなはお着替えさせるときに破れないように気をつけてね。うん、かわいい。ヘアアクセを取って、こっちの帽子にお着替え。うわー、素敵。とっても大人っぽくて、おしゃれなエレナのコーディネート出来上がり。次はマドカがお着替えする番だよ。マドカの体も台紙から切り取って、お洋服も切り取っていこう。よいしょ。わあ、すっごいマドカに似合いそうなふんわりした素敵なお洋服だね。これはおしゃれ。マーメイドっぽい感じのお洋服だね。それから靴やアクセサリーも切り取って、まどかにお着替えスタート。
まずはこのお洋服から。よいしょ、よいしょっと。うん、素敵。まどかにとってもよく似合ってるね。あとはこのハートの靴をお着替えさせて、うん、素敵。お着替え完了、出来上がり。今度はこちらのマーメイドっぽいおしゃれなお洋服にお着替えさせてみるよ。こちらのお洋服をまずは脱いで、こっちのお洋服にお着替え。うわあ、素敵。靴はこの靴にお着替えして、そしてヘアアクセは貝殻たっくさんのおしゃれなヘアアクセをつけて、まどかの2つ目のコーディネート出来上がり。うん、海の中のお姫様みたい。今日は見星中の太陽と月、みんなの人気者まどかとエレナのお着替えで遊んでみたよ。2人ともとってでもおしゃれに着せ替えできたね。エレナとマドカ大好きっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。みんなのグッドお待ちしてるよ。この動画の感想もぜひコメント欄に書いてね。それでは今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると朝ブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して朝ブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると朝ブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも朝ブームよろしくメリ。